サビクリビスコ監督のイカリアです。監督のマタガです。キャラクターデザイナーサリアイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、機材紹介動画シリーズ第3弾をついにキャラクターデザインのデザインに紹介いただければと思います。いいですね。で、監督が、コンテの時に機材紹介していただいて、マタガさんの作画の時にやっていただいたので、サリさんには案件だったり絵描く時のなんかこうイラスト描く時の機能を進めるいいです。感じですね。昨日なんか書いてましたイラスト。ちょうど見せてくれなかったですけど。使ってる機材は私の環境はノートパソコンにアコムの液タブを使ってますね。それにソフトはクリスタですね。サイさんのなんかノートパソコンがバッツインじゃないなんか。すごい。なんかゲーム PC ですね。RPG とかやってそんな感じ。一応ゲームもできるやつです。買った時は店員さんにこれがいいよって言われて、言われるがまま。あまり詳しくないんで。3人の中では一番朝日さんが詳しいですか？マシン。いや、でもなんか使い方とか、まさかさんがすごい飲み込み早くないですか？自分でも開拓してってる感が。です。なんか何でしたっけ、 3D のソフト何でしたっけ。ああ、ブレンダーとか。ブレンダーの時もビスコの顔とか作ってましたよね。確かに。でももう一個覚えてないです。本当に使い続けない。作ってたね、ミノとかビスコの。作りましたね。あれ、黒川の事務所とか作ってなかったっけ、 3D。あれですね、あれは 3D の方が作ってたので、そうだ。社内にはブレンダーじゃないですけど、別のソフトで。作れる佐久間さんも河合さんが制度佐久間さんにやってましたね。1話で作ったんですよね。ミロのそうだ、1話のミロの部屋は河合さんが 3D で、すごい。ミロのカバンも河合さんでしたっけ、作ったの。カバンというか何だっけ、調剤カバンが分かってあげる。そうかもしれない。そうですよね。確かに3面図よこせって言われて、ミロの部屋の3面図確かトイレとかお風呂もここにあるみたいな。あ、なるほど。ファンダインの。そうそう、ファンダインの3面図。で、なんか、ここはですね。確かに。なんか、不動産屋のあの、やつ書いてるみたいな。あ、上からみたいな。何て言うんだっけ。ドリドリズだって、こういうふうにあってる。ドリドリズか。あ、そうですか。ということで、じゃあ、平井さんの機材を実際にやってるところを見せていただきましょう。お願いします。お願いします。キャラクターデザインでやった時は赤岸先生からもらったキャラクターの設定を見て、私なりにアニメデザインに起こして、一旦メーカーに赤岸先生とか小久保先生にチェックをもらって、それで OK だったら清書作業っていう感じの流れでしたね、ざっと。で、これがその時の清書作業のあれなんですけど、一応ラフがちょっともう消しちゃっててないんですけど、一応なさったかな、なんかアニメだとなんか版権とかは主線と色トレスって言って、なんか赤とか青とかの色を使うときは別で描かなきゃいけなかったりとかがあるんで、主線で描いて、トレスペイントで描いて、あとは仕上げさんへの色塗り指示で細かくいろいろやってる感じですかね。段取り的にはこんな感じです。あと、便利な機能とか、便利な機能、でも基本、そうですね、絵描くときは、なんかグリッド乗せるとですね。グリッド、あ、グリッド？グリッド。身長。身長こっち向きと後ろ向きの。これですか、これですか。あ、そうそう。はい。使わない。あんまり使わない。あんまり使わない。使わない。なんか逆にこれに惑わされちゃったりとかするんで、でも使った方が、あ、そうですね。刀身とか測りたいときは全然使った方がいいと思います。結構真ん中の絵から描くんですか。まあそう
ですね、なんか表情集のみたいな。ああ、表情集、そっか、表情集。これもでも基本さっきと一緒ですね。視線と色トレとかで色塗りとかですね。私はなんかダウンロードした鉛筆 R っていうの使ったりとか、結構アニメっていう多分なんかいろんな鉛筆あるんでそのまんま使ってなくて、でもアニメーターさんって結構みんなダウンロードしたりとかしてますよね、自分の好きな感じとかで。あと自分で調整したりとかもしてる人たくさんいると思うんで。半券いくじゃん、半券。半券。研究が。これ本邦初公開じゃないですか。そうですね。で、これが一応半券のオーラフですね。メーカーに渡すときに、なんか書いたんです。この時は 5点。これと、これと、これと、これと。なんかデザイナーの大竹さんに選んでもらって。あ、そうでしたね。そうだそうだ。で、5点出して採用されたのが、これですね。これで、ちょっと、パウーとジャビとかの位置が、ちょっと大竹さんの希望で、ちょっとポーズ変わってるんですけど、オーラフはこんな感じで、これに決定してました。で、正式決定した後に、一応ラフを、こう書いて、まだこの時はパウーとかが、このまんま、書いちゃってたんですけど、キャラも全身映ってるところは書いてますね。こんな感じで、これをまたメーカーチェックに回して、で、OK もらったら彩色、彩色じゃない、正常っていう感じでした。で、これが OK もらった後に書いた正書ですね。ちょっと私の線、割とティザーのポスターよりも細めなんですけど、結構加工をしてくれ、加工加工じゃない。特攻だ。特攻さんが綺麗に塗った後にさらにやってくれてたんで、もっとパキッとした線になったりとかで。一応、私の聖書だと。チーム谷口さんが素晴らしい。あ、そうですね。チーム谷口さんが特攻やってくれて。ニロとか、うわ。ちゃんと書いてますね。ニロに、ディスコに。結構半券だったんで、目の中とかも細かく一応書いたりはしましたね。あとは、あ、ここでパウーが横だったのが正面にちょっと修正してほしいってことで、パウーが正面になって、で、チロルは清書して、ですね。で、ジャビーが、アクタガーが 3D なんで、アクタガーは5つ、ジャビがちょっとちっちゃいんですけど、こんな感じで接触した感じですね。これは G ペン使って書いてますね。今回は。確か。です。で、この後仕上げさんに行って、特攻さんに行って、大竹さんで最初デザインしてもらって、ですかね。流れ的には。イラスト1個です。イラスト。イラスト？イラスト？ツイッターとか。ツイッターのイラスト、これが何でしたっけ、アマゾンさんの版権で、ちょっと私が迷走しすぎて何点かラフ案を出した時にこれは採用されなかったやつで、この間ちょっと清書したりしたんですけど、なんか多分これは普通に、これ私が塗ったの、塗りました。でも多分元イラストレーターさんとかの方がめちゃくちゃ綺麗なんであれなんです。まあこれがメーカーさんに出したラフがこんな感じで、わーって書いて、あとその後にもう一回、私の場合は、ちょっと、ちゃんと書かないと書けないんで、ラフの、またラフを書いて、この時にざっと影どうしようかなって決めちゃって、あとこれを参考に上から、どんどん、線画と、なんか BL 塗ったりとか、あ、です。あとは、色を、黄色いのあれです。なんかはみ出さないように最初に全体に塗っておいて、クリッピングしとく、クリッピングしとくと外にはみ出なくなるんで、やつですね。あとはなんか影とかぼかしたりとか細かく、何がちょっとレイヤーに名前つけてないんでちょっとあれですけど、
影つけたり質感つけたりとかっていう感じですね。仕上げさんすごいなっていう特攻さんとか、あとはもう自分が納得できるまで。ちょっと拡大してよ。拡大。あ、ちょっとデータがない。こんな感じですね。ちょっとツイッターに上げたのが画像が荒いんで、あれですけど、そうですね。これが、版権用に書いてたんで、ちょっと大きめのデータで、B4 の 350dpi で書いちゃったんですけど、そうですね。です。感じですか。まだまだやり方いろいろあると思うんですけど、私はだいたいこんな感じで作業してます。ありがとうございます。